西ゲート格号館の所在を示す、モニュメントインテックスプラザスカイプラザセンタービル、大阪国際見本市会場は、大阪市住江区の先須にある、国際展示場、一般財団法人大阪国際経済振興、センターが運営する、1985年に、港区浅潮橋から移転、会場した、インテックス大阪という愛称が付けられている、 1954年4月、日本で初めての国際見本市となる日本国際見本市が大阪の国際見本市会館と港会場の2カ所で開催された。翌年は東京で開催し、以降、国際見本市は各年ごとに東京と大阪で開催されることになった。大阪市はこの第一回国際見本市の港会場跡地と、 隣接する大阪市立運動場の敷地に1956年、高級展示場として、大阪国際見本市港会場1号館を開設。1959年には2号館を、1968年には3号館を増設した。その後も仮設展示館の増設を重ね、1984年の第16回大阪国際見本市の開催時には、 仮設展示館6館と合わせて展示館9館、展示面積55,984平方メートルとなり、1985年に現在地に移転するまで大阪における大型見本市の拠点会場であった。なお、現在地への移転後、直ちに高級展示場3館の解体撤去が行われたが、仮設展示館6館は1986年の、 第13回日本国際工作機械見本誌にも使用されたインテックスプラザ、スカイプラザという名称の広場の周囲に1号館から6号館まで、この字の形に6つの展示館が配置されている。うち、5号館は主たる A ゾーンと10たる B ゾーン、6号館はおのの同程度の規模である A、B、C、D の4つのゾーンで構成されている。 また3号館には二位展示場として屋外展示場が設けられている。日本国内では、延べ床面積は東京ビッグサイト幕張メッセに次いで3番目であり、所在地は大阪市住之江区南高北1の5の102、1号館正面入り口右手にあり、位置が他の展示館より入り口手前に向かって突出している。2号館1号館の奥にある、2号館と1号館の間には、 自動販売機コーナーやベンチが設置されている。3号館2号館の奥にあり、屋外展示場を併設する。屋外展示場は駐車区画が引かれており、搬入で作業車両の駐車場としても使用される。館内は柱のない部柱空間である。また天井高が15メートルと他の展示館より高い。4号館正面から見て3号館の左手にある、5号館。 インテックスプラザを挟んで2号館の隣にある。A ゾーンは地上1階の部柱空間。B ゾーンは地上3階。A ゾーンでコンサートなどの催しを行う際に、B ゾーンはバックヤードとしての利用が可能。B ゾーン2階には300名収容の国際会議ホール、各種控室などを備えている。施設管理無根的役割のセンタービルと連絡通路で直結している。 6号館3号館及び4号館の奥にある、全館仲裁大規模の建屋を4つの展示ゾーンに区切っている。地上階に通路を挟み A、B ゾーン、上階に C、D ゾーンがある。屋上には900台収容の来場者用駐車場を備える。センタービル5号館 B ゾーン2階、6号館及び1、2号館館、4、5号館館に会議室。 ホール当所室が存在するが、国際会議ホールを除き、各展示所利用時のみ使用可能であり、単独での使用はできない。他、様々な催しが開かれている。ドームツアーを行っていたグレーは、大阪ドームで2004年に発生した、振動問題により2005年は本会場で公演を行った。また、2007年には、阪神タイガース、ファン感謝の集いが開催された。これは、 例年ファン感謝デーを開催している阪神甲子園球場が改修工事により使用できなかったことに伴うものである2011年から開催している大阪マラソンのゴール地点であったが2019年にコースが変更されてゴール地点ではなくなったなおマラソンの閉鎖イベント大阪マラソンエキスポは引き続き本会場で開催されているありがとうございます